自動車研究家の山本真也です。今日の現地現物はですね、日産のエクストレイルですね。オッパマのね、グランドライブというテストコースで、試乗をしてきているんですけれども、語ることがたくさんあるので、まず車両解説をざっくりとしていきたいと思います。でね、エクストレイルっていうと、やっぱりこう今、日産のビジネスを牽引する、まあ、グローバルモデルであると同時に、まあ、国内市場でもね、非常に重要な役割を果たしているモデルなんですけれども、9年間結構ロングライフモデルになったんですけれども、途中でまあいろいろな、手が入っていると。例えばそのワンモーター2クラッチのハイブリッド追加するとか、あとプロパイロットですね。まあいろいろ手を変え品を変えいろいろ努力はしてきたと思うんですけど、やっぱり9年間って結構厳しかったなっていうところは、正直あります。特にそのここ4、5年ですよね。クロスオーバー SUV のブームがぐんときて、まあ、各メーカーがかなりこう本気のビジネスを行ってきている中で、もちろんそのエクストレイルは、先駆者ではあるんですけれども、やっぱりこうモデルライフの長さみたいなところが厳しくて、まあ、例えば値引き重視の販売とかね、そういうことをせざるを得なかったっていうところが、本音の部分なんですけれども、まあ、今回その4代目となる新型、これやっぱりこう日産のね、内田 CEO 体制になって、新しく変わりますよと、生まれ変わりますよと。まあ、日産ネクストのところで、こう、積極的な新車投入という公言をしてるんですけれども、ある意味、一番ご飯になるような車がエクストレイルだろうというふうに思ってます。ただ、これ、多くの人が疑問に思ってるのは、まあ、日産ネクストで発表されて、2020年の10月に発売がスタートされたのがローグなんですけれども、まあ、ローグは北米仕様のエクストレイルのネーミングであって、なんでローグは早々にデビューをして発売をされているのに、日本向けのエクストレイルはこの2年間のギャップがあるんだと、日本市場を大事にしてますと言いながら体制変わってないんじゃないのみたいなね、そういうふうに思ってる人もいるんですけど、これちょっとね、まあ大きな間違えて、実はこの日本向けのエクストレイル、日本が初めて導入される技術がドンと入っています。で、これが何かというと、まあ、e-Power はね、日産の今、電動化の大事な要素なんですけど、e-Power プラス可変圧縮エンジンですね。これを組み合わせた新世代 e-Power。で、さらに、4WD は電動 AWD なんですけども、これ、アリアで、投入している四輪駆動力制御システムの e-force を組み合わせている。つまり、可変圧縮エンジン採用の新世代 e-power プラス e-force という組み合わせは、世界中探しても今日本向けのエクストレイルにしかないというところで、これはやっぱり日本のお客様に、まず一番最初に体感していただきたい、日産の最新技術を体感していただきたいという思いが、この2年間のタイムラグというところになっています。だから、日本を軽視してるわけじゃなくて、日本を重要してるからこそ2年間の、時間をいただいたという、そういう解釈をしていただきたいと思います。まあ、エクストレイル歴代モデルで評価されてるのは、まあ、そのタフギアというところと、当然カジュアルな使い倒す SUV みたいなキャラクターっていうところは、まあ、初代2代目が構築してきて、で3代目はそこにこう都会でも溶け込むような、まあちょっとなんて言うんだろうな、スタイリッシュさとかね、あとプロパイロットはじめとする先進性みたいなところが、3代目の特徴だったと思うんですけど、やっぱりね、足りないと言われていたのがですね、意外とね、走破性となんて言うんだろうな、質の高さみたいな、そういう部分って、まあ他の SUV 用に大事にしてるところなんですけれども、エクストレイル意外と重要度高いんだけれども、そこまで なんていうのかな、注力してなかったっていう反省があったというところで、まあ今回の、
新型4代目のコンセプトはタフギア×上質っていうね、そういうコンセプトなんですけど、僕ねあんまりこれが実はピンときてなくて、まあ、今までね日産はこういろんなこうキャッチコピーとかねマーケティングみたいなところで実にこうツボをついた日本あの人間のというかユーザーの心に響くようなキーワード、例えばプロパイロットとか e パワーとかね、いろんないい言葉が出てるんだけど、タフギア×上質ってこうなんかいまいちピンとこないというかね、なんかやっつけ仕事じゃないみたいな、まあ言い方悪いんですけど、そういう感じがしますね。なぜかというとやっぱり上質っていう言葉は一人歩きしやすくて、やっぱり上質イコールプレミアムカテゴリーの SUV みたいなイメージを持ってしまうんで、もちろんね今回新型が非常に仕立てが良い質のいい、内外装を持ってるっていうのは間違いなく認めるんですけれども、あんまり言い過ぎちゃうとね、ハードルもどんどん上がっちゃうし、そもそもエクストレイルはやっぱりタフギアの方が強いこうねインパクトがあるので、そこがこう薄まるような感じっていうのはあんまり僕はねどうかなというところがあるので、ここはねまあもうちょっといいキーワードがあったらいいんじゃないかなという気がしました。ただ車はね非常に良いものになってます。例えばエクステリアはね、初代2代目のボクシーさと3代目のなんかスタイリッシュさを上手にこうバランスさせた感じですよね。あとね、ボディサイズなんですけれども、スクエアなね、ボディ形状なので、ボディサイズ若干大きくなったかなと思われがちなんですけれども、全長はね、先代に対してマイナス30ミリ、前幅はプラス20ミリ、前高がマイナス20ミリ、で、ホイールベースはプラマイゼロと、ほぼサイズは同じですね。この辺はね今まで使い勝手ね重要視してたユーザーにとっては非常に嬉しいポイントですよね。あとねインテリアは結構先代よりも乗車テイストが高まってますね。結構水平基調で大型の液晶パネルを配置するっていうレイアウトはまあ今の、ね、次世代日産車に共通するデザインなんですけれども、今回あれですね、センターコンソールがフローティング形状、まあこれもノートーラとかで採用されてるものなんですけれども、フローティング形状の、まあ、ブリッジセンターコンソールですね。ここでこうなんて言うんだろうな、都会のスタイリッシュさと SUV の堅牢性みたいなものを上手に、バランスさせてるのではないかなと、予測しています。あとね、先代でやっぱり課題になってた質感の部分っていうのはもう劇的にアップしていて、特にその上級グレードですね、最上級の G グレードは、レザー並みの食感を持つ、テーラーフィットというね人工の革ですね、まあ、これがデフォルトなんですけれども、オプションでキルトデザインのナッパレザーシートなんていうのもそう採用されてます。でさらに、まあ、日産車でよくある坊主製のサラウンドシステムとかね、結構装備も充実しているので、結構ねカジュアルなんだけど質が高いっていう車になってます。で実際に質感も、まあ、デザインの洗練度も含めてプレミアムセグメントに少し足を踏み込んでるかなというそういう印象ですね。で居住性もね結構寸法的に変わってないんですけれども、パッケージのね最適化であったりとか、あとリアシートはねかなり薄型シートを採用していることで、先代でね重宝されたスライド機構を含めて、後席の足元スペース結構良くなってます。ラゲッジルームもそれほどすごく変わってるわけではないんですけども、やっぱり開口部大きくしたりとか、あとパッケージングのねその最適化で荷室長も少し長くなってるので、まあより使えるラゲッジになってるんじゃないかなという気がします。でここからパワートレーン、まあメカニズムの部分なんですけれども、パワートレーンは完全に一新ですね。先代は、ガソリンとワンモーターツークラッチのハイブリッドのまあ2展開だったんですけれども、今回はもう日本向け仕様は e パワーのみ、この選択と集中というか、まあ値段的な部分ではねやっぱりガソリン車残しておきたいというところもあるんですけれども、やっぱり収益性も含めてね、あとまあ価値を高めていくという意味では e パワーオンリーの、展開というのは、僕はありじゃないかなという気がしてます。
で、これ e パワーというとやっぱりこうね、2016年かな、ノートに設定されてから、まあ、1.2 リッターの直列3気筒エンジンプラス、モーターという組み合わせっていうのが割とこう、デフォルト化してきて、まあ、当然ノート、ノートオーラでセレナなんかに採用されてるんですけど、今回は新世代パワートレーンは 1.5 リッターの VC ターボ可変圧縮エンジンですね。これ 106kW 250N のスペックなんですけれども、これに前後2モーターですね、フロントが 150kW 330N、 リアが 100kW 195N という、まあ、かなり、ハイパワーモーターを追加、搭載してます。で、この前後モーターをと前後モーターですね、前後モーターとブレーキ制御を上手に組み合わせて四輪の駆動力制御をするのが e-force ですね。まあ、これ多分アリアとシステム的には同じような考え方なんですけれども、まあ、当然パワートレーンがね、BV なのか、e パワーなのかっていう違いはあるんですけど、まあ、e パワーはエンジンの駆動を直接、タイヤに、伝えないで、まあ、要するにエンジンで発電した電気でモーターを駆動させるっていう考え方なので、まあ、電動車のうまみっていうのは完全にフルに活用できてるものになってますね。まあ、これによって当然そのエクストレイルイコールオフロード性能とオンロード性能のバランスみたいなところはあるので、当然電動車なんですけれども、まあ、当然道を選ばない走破性っていうところと、まあ、当然その日産がよく言うそのなんていうの、技術の日産的なところのその走る部分、意のままの操縦性みたいな、まあ、これ多分ね GTR でトルクスプリット昔からやってるので、その辺のねノウハウがかなり入ってるので、それを電動化によってよりこう緻密にかつ精緻に制御できるように、なっています。で、よく言う人、多くの人が言うのは e パワーはとにかくそのエンジンは発電機に徹するので、エンジン何でもいいんじゃないのみたいなことを言う人いるんですけれども、実はそんなことはなくて、当然瞬間的に大きな力を、まあ、電力を与えるにはエンジン側にそれなりに、レスポンスであったり応答性がないとできない。さらに e パワーであるがゆえに、やっぱりエンジンの効率みたいなところが結局燃費に、大きく影響してしまうというところなんですけれども、まあ、これね、エンジンの性格を決めるっていうところがやっぱり一つの大きな要素は圧縮比なんですけれども、当然圧縮比を上げていくと効率は良くなるんですけれども、やっぱり出力的に厳しいというところで、やっぱり効率重視にすると出力はいまいち、出力を重視すると効率がいまいちみたいなところの、こういろんなこうなんて言うんだろうな、二律背反みたいなところがあったんですけど、可変圧縮エンジンはその圧縮比を、まあ、リンク機構をねうまく使って可変させる、まあ、それも連続的に可変させることができるので、まあ、要するに一つのエンジンでさまざまな性格を与えることが可能だと、まあ、具体的にはその圧縮比を 8.0 から 14.0 まで、切り替えができると。つまり出力が欲しい時にはその圧縮を低圧縮側にする、で効率を高め、まあ、巡航とかね、そういう時に効率を高めたい時には、圧縮比を高めて高効率というね、その辺が、燃費と出力のバランスみたいなところにかなり効いている。で、それがこう電動化とうまく合致したことで、まあある意味、今日産が考えている、理想の組み合わせが出来上がったということになります。でね、フットワーク系もこれ一新されてますね。プラットフォームはルノー、日産、三菱アライアンスの共同開発ですね。CMF-CD プラットフォームという、ものなんですけれども、これ、まあ、先に出てるアウトランダー PHEV、これ、使ってるんですけれども、かなり評判がいい。さらに言うと、ルノー側で言えば、スポーツハッチですね。メガーヌ RS もこの CMF-CD プラットフォームを使っているというね。かなりこう基本素性の高いものですね。まあこれなぜそうなったかっていうと、やっぱりこう誰かが作ったものを、流用するじゃなくて、3社が、
この CD セグメントで一番ふさわしいプラットフォームってどうよと、うちはこういう性能が欲しい、こういう性能が欲しいっていうものをうまくこう、なんていうんだろうな、コラボレーションさせたプラットフォームというところで、まあある意味こうね、当然ルノー側としては運動性能絶対欲しい、で多分三菱側としては耐久性とか堅牢性絶対欲しいみたいなところ、まあ当然日産もね、いろいろこう走る、走りにこだわりがあるメーカーなので、その3社が上手にこうあだこうだ言って、開発されたものなので、かなりこう応用も効くし基本素性高いしっていう感じですね。でサスペンションも一新されてて、フロントがストラット、これサスペンション剛性 55% アップで、リアはマルチリンクで、これはね、あのマルチリンク採用でスタビリティ性能 10% アップというね、まあ、そういう感じなんですけれども、さらにステアリング系もラック EPS と、ステアリング剛性 50% アップがかなり効いているというところで、かなり、気合が入ってます。でタイヤは、18インチ19インチという、まあ、あの最上級の G グレードが19インチかな、で下の X と S グレードが18インチで、さらに、ファクトリーカスタムのオーテックが20インチを履いてますね。でさらに、運転支援系ですね、まあ、仙台でもプロパイロット含めてかなりこう、360度センシングみたいなことはしてたんですけども、当然この辺最新のデバイスに変わってまして、当然プロパイロットはもちろんプロパイロットパーキングですね、いわゆる自動駐車、さらにナビリンク機能がついているので、ステア系の支援もかなり精密になっている、まあ、速度調整も含めてですよね。であったりとか、あとコネクテッド機能ですね、コンテンツかなり今のトレンドはほぼ網羅しているという感じですね。例えばハロー日産でこう対話型のコミュニケーションだったり、あとはアレクサとの、なんていうの、コラボレーションみたいなところも、していますね。で値段なんですけれども、まあガソリン車がないのでそこは価格アップはしてます。ただまあハイブリッド同士というかね、電動車同士で比べるとまあ高くはなっているけど、それほど劇的な高さではないんじゃないかなという気がしています。まあ、この辺はね、価格のこと言うとすぐ高い高いって言うんですけれども、今買い方がかなり変化していて、例えば残クレですね、残価設定ローン使えば月々いくらで買えるみたいなね、むしろその何百万の車を払うという、いくらっていうよりも、その月々いくら払えるのかっていうところで、こう、割とね、お客さんが買う、買わないみたいな選択もしてるところがあるので、まあそういう意味ではね、かなり残クレで、まあ当然残価率も高いというところなので、思ったよりリーズナブルに買えるんじゃないかなという気がします。というわけで、まあ駆け足で、追っかけて、解説をしてきたんですけれども、あと最後あれですね。オーテックちょっと説明しておきましょうかね。まあ、当然その日産のサブブランドとして、まあ、ニスモが、リアルスポーツに対して、オーテックはプレミアムスポーツというコンセプトを掲げてるんですけど、まあ、この辺はね、他の車と、全くブレてないです。例えばフロントグリル、ドットパターンのものであったりとか、メタル調のフィニッシャー、あと湘南ブルーをメインにしたカラー展開で、インテリアはやっぱりこれブラックブルーのコーディネート、例えば、キルティングのねシートであったり、今回は本物レザーを使ってるそうです。でかなりこうプレミアムスポーツだから、もしかしたらタフギアかける上質っていうのはオーテックの方が言葉としてふさわしいのかなという気もしています。で、今までオーテックだと、まあ、最後の仙台の最終オーテックは、ザックス製ダンパーみたいなものでこう走りの差別化をしてるんですけれども、今回はまあ当然基本素性上がったというところで、タイヤとホイールの変更で、まあ、その辺のね味付けみたいなところを整えてます。タイヤはねミシュランのプライマシー4 20インチプラス、まあ、専用のアルミホイールという組み合わせなんですけれども、まあね、プライマシー4かなりこう、まあ、当然運動性能と快適性のバランスっていうところもそうなんだけど、まあそのね、ミシュランのその転がりの良さとか信頼度の高さみたいなところが走りに影響していると僕は予想しています。あとね、
ちょっと洗練されすぎちゃったんじゃないのっていう、お客さんのためにちゃんと先代で、用意されてたエクストリーマー X、 アウトドア志向のね、あのかなりこうどちらかというと、都会よりあのアウトドア的な場所が似合うグレードが用意されていたりとか、あとまあコンプリートカーではないんですけれども、ニスモスポーツパーツもかなり豊富に用意されているので、まあね、そのカーライフであったりとか、まあ、趣味嗜好みたいなところに合わせて、いろいろな選択肢があるのも新型の特徴じゃないかなと思っています。それでは実際乗ったらどうだったのかというところはこの先お届けしますので、どうぞ。自動車研究家の山本慎也です。解説は前段階でしてますので、ここからは試乗に行きます。この車は18インチの X ですね、の e-force ですね。じゃあ行きます。静かだな。後ろには車のニュースの金子副編集長がおりますので、あまり変なドライビングしないようにしたいと思います。何かあったらチャチャ入れてください。はーい。あーでも静かだな、なんかエクストリールじゃないみたい。まずじゃあ普通に、あー加速いいな、あゼロ発進でエンジンかかったのが分かんない。あのメーターにエネルギーモニター出してるんですけれども、ちょっと今それを見てないとエンジンいつかかったか正直わかんないくらいエンジンの存在がないです。おお、さりげなく速いですねこれ。そして今 E ペダルはオフにしてるんですけれども、まあアクセルオフの回生も非常に滑らかですね。カックンみたいなことはないです。あこれすごいな。そしてこのタイトなヘアピン、あこの辺は E フォース効いてますね。 E フォースはいわゆる前後のモーター駆動力制御プラスブレーキ制御で、四輪コントロールするというところなんですけれども、ただね、曲がってる感、なんていうんだろう、機械に曲げられてる感じはすごいしないです。これすごいな、ちょっと加速します。加速するとエンジンかかるんですけど、その、なんだろうな、アクセル回路に合わせて回転が上手に高まっていく。まあ、今まで 1.2 リッターの E パワーだと、どうしてもエンジン回転上がるの先行型みたいなところはあったんですけど、今回、1.5 リッターの VC ターボ駆動力に余裕があるので、すごいこう発電のさせ方が上手ですね。普通のいわゆるガソリンエンジンのようにアクセル踏んでいくとこう回転がぐーっと上がっていくみたいな、そういう、まあ、リニア制御と呼んでるらしいんですけれども、これ結構いいな。あーモーターの力強さとそのなんだろうな、エンジン車の心地よさみたいなものが上手にバランスされてますね。あと今突起を越えてるんですけれども、乗り心地も非常に良い。仙台エクストレイル、あの良くも悪くもないっていうどうでもいい感じだったんですけれども、これは乗り心地いいという領域に来てますね。そしてこのタイトなコーナリングが本当に SUV 感じさせない。あこれいいな、ちょっと別物だと。ちょっとこの辺の波状路で車がこう動く感じはあるんですけれども、後ろの席どうですか？後ろの席すごいいいですよ。あの金子さん結構ね車酔いしやすい体質なんで、ダメな車だと酔っちゃうんですけれども、あの大丈夫、速度域が上がるにつれて安定してきます。あ上がる方が安定する。低速だと、うん、まあ、ちょっとこの今回シートがちょっと薄いっていうところが特徴があるんですけど、はい、ちょっと薄い分なんか不安感がある。不安感がある。不安感だと振動がこうコツコツ伝わりやすいのかなっていう。ああ、一応ねゼログラビリティシートをフロントだけじゃなくてリアにも採用しましたよみたいなこと言ってたけど、速度上がってくといい感じ。そうですね。上級のシートになったらまた。あ、これ違うのか。違うかもしれないですけど、あの
表記の問題なのか。ああなるほどね。ちょっと安っちいというか。なんかそうですね。普通みたいな感じ。極端に言えば商用車の後ろの席に座ってるような、あらちょっと振動は低速だと感じます。あなるほどね。次は E ペダルをオンにしていきましょうか。そしたら意外と辛口、リアシートは辛口、フロントシートはいいんですけどね。前のシートはねちょっとかなり微妙なというか、まあ前のエクストレイルは全体的に微妙なところが多かったんで、ただねその微妙な感じのバランスがすごい取れてたんで、あのなかなかバランス型ではあったんですけど、これ加速は早い部類だな。今回上質タフギア×上質っていうのがテーマなんですけれども、乗り味の部分でも乗り味はかなりこれちょっとプレミアム領域入ってるな。これコーナリングが気持ちいいもんな。これちょっと四駆とは思えない。今までのエクストレイルはよく言うと軽快な感じでスポーティーなところはあったけど、どっちかというとなんとなく骨太な感じっていうのはなかったんですけど、すごい車に素性として骨太感をすごい感じますね。そこにあの E フォースの武器を組み合わせたっていうところで結構鬼に金棒状態になってますね。ただちょっとまあすごい褒め言葉なんですけど、エクストレイルのタフさという意味ではちょっとよく作りすぎたなっていうところありますね。ハンドリングも乗り心地も快適性もかなりこうなんだろうな、一画上じゃなくて二画くらい、二段階くらいレベルアップしてる感じがあるので、すごいいいもの感が強いですね。これはすげえな。これちょっと E フォースの凄さを試してみます。開発の人がちょっとオーバースピードで入れてたので、おーおー超オンザレール打角一定でこうすごい気持ちよく曲がっていく感じで、今多分スキーローンが少し鳴ったと思うんですけれども、スキーローンのなんていうの鳴り方がすごい一定ってことは、こうタイヤの設置がしっかりしてるっていうところが分かると思うんですよね。これすごいな、どうしちゃったのエクストレイルっていうくらい進化してますね。これはこれすごいですね。後ろの席のすごい心地よく走ってる感分かりますか？ある、いやすごい今いいコーナリングしてたよね、すごい、はい、途中の変なブレもなくスーッと行くんで、結構あのコーナーってちょっとこうギャップがあってこう揺れながら入ってくんだけど、すごいピターッと設置してましたよね。あすごいね、後ろの席でも車にそのまま身を委ねるのに。ああ、なるほど。あこれちょっとまたアウトランダーと違う良さがありますね。これはアウトランダーより明確にスポーティーな印象はすごいあるな。これは、はい、続いてはエクストレイルのオーテックですね。この車エクストレイル18インチ19インチが標準なんですけれども、この車だけ唯一の20インチの組み合わせですね。タイヤも指定でミシュランのプライマシー HP というところで行ってみたいと思います。まあ先代のねエクストレイルオーテックはZF のダンパー使ってまあ乗り味を良い方向にしてこうしてこうっていうね、オーテックらしい乗り味にしてこうっていうプレミアムスポーティーですねの方向だったんですけれども、おそらく、基本素性が上がってきているので、その対処療法をしなくてもオーテックらしい乗り味に実現できるというふうに僕は解釈してます。タイヤホイールだけでそのプレミアムスポーティーが多分演出できるんでしょうね。さあ行きます。この辺は同じ、ああでもプライマシー HP のいいとこ出てるな。やっぱ20インチ履いてるけど確かにコツコツはするけど
車がなんかこう綺麗に回ってる感じ、新エンドみたいなところはすごいあるな。綺麗に転がる感じがします。あーでもちょっと乗り心地の面では厳しいところあるかな。わずかですけどね、わずか。ただ車はすごいシャキッとしてる、よりシャキッとしてるって感じですね。これ後ろどうですか。後ろこれまあ、シート的なものでいくと表皮で変わります。こっちの方がいい、こっちの方がいいです。なんかこっちの方がなんか優しい感じがしますよね。フィット感高いよね。商用車チックなその薄っぺらさもちょっと解消されるかなと。あと低速でのコツコツ感もこっちの方がやっぱ減ります。減る。おお、リアシートはじゃあこっちの方がいい。リアシートいいです。たださっきのコーナーで、うん、まあ20インチプラマシンになったからなのか、うん、E フォースのコーナリング的にはさっきの方が後ろ的には気持ちよかった。あ、気持ちよかった。こっちの方がなんか嫌な振られ方をする。あれなのかな、タイヤのやっぱり扁平率変わることでとか、バネ下重量の違いが少し出てんのかな、やっぱり。な気がします。なんかさっきすごい気持ちよく、鈍速度域気持ちよかったけど、うん、こっちはおあれなんか普通になってたなみたいな。なるほど。普通よりもいいんですけども、なんかあれですね、ノーマルのがバランスは良さそうだ。ウィーフォースのあのコーナリングに対してはノーマルのやっぱノーマルで多分設計してるんでしょうか。なるほど。ちょっとここさっきと同じように走ってみよう。あーでもドライバー的にはね、車線1本内側に入れるな、この子の方が。だからやっぱドライバーズカーになってるんだろうね。でもそうか、ドライバーズカー、ドライバーとしてはすごい心地よいけど、後席の人はノーマルの方が心地よいってことか。そうですね、全体的にバランスは多分向こうの取れたんでしょうね。そうだね、あの前の人と後ろの人のバランスという意味ではノーマルの方が取れてるけど、オーテックは多分おそらく今の2人の印象からするとドライバー寄りになってるんだろうな。今ね、同じところ同じようにコーナリングしていくと、車線1本分くらい、タイヤ1本分くらいね、イン側入ってけちゃうくらいの、なんていうんだろうな、安心感というコントロール性の高さみたいなところがあったから、ある意味ドライバーズカーになってるという意味では、まあオーテックのキャラとしてはまあ合ってんのか、合ってんだよね。うん、だからこの表皮を本当はノーマルの車も使ってくれるとリアのバランスも整う。まあここがね、なかなか難しいところですね。じゃあオーテックの19インチがあったらいいんじゃねえかっていう話もあるけど、そうすると今度単なる衣装違いになっちゃうからなかなか難しいな。まあでも純正を知らなければ全然純正だよね。ただ E フォースの旨味はノーマルの方がみんなが体感しやすいかなっていうところありますね。ドライブもせっかくなのでドライブモードセレクトを試してみますね。今ずっとオートで乗ってたんですけど、でもねエコモードでも、エコモード確かにそのアクセル踏んだ時のそのなんていうのかな、加速力みたいなものは穏やかになるけど、むしろ今までのエクストレイル乗ってた人だったらエコモードの方が自然に感じるかもしれない。自然に感じるっていうのは今まであのどんだけとろかったんだよっていうところもあるんですけれども、エコモードでも十分ですねこれは。でスポーツモード、あスポーツモードはもう積極的にエンジンかけちゃうんだ。今までノーマルモードとかオートモードは結構モーターが粘ってたけど、結構早いタイミングでエンジンかけますね。あでもすごいパワフルかっていうと、オートモードで十分かなっていうところもあります。うん、なんて言うんだろうな、まあ、あんまり使いたくないんだけど、タフ&上質っていう意味で言うと
オーテックの方がキャラクターには合ってるかなっていう、その見た目とのバランスという意味では合ってるような気がするな。褒め言葉なんですよ。よくできすぎてるからそうやって言ってるだけなんですけれども、ちょっとまた同じように走ってみます。ちょっと同じようにとか、ちょっと速度上げてみよう。確かに自然というか、Eフォースとのマッチングの良さは18、19の方がいいかも。ちょっと今20だとちょっと修正をしていかなきゃいけないなっていう、あの限界は早い、あの高いと思うんですけれども、ちょっと修正が必要な感じがいましたな。フラットにバランス取れてるのは18、そう、やっぱ18、19だなっていうのはすごい感じた。だからある意味これはちゃんとオーテックらしい走りになってるなっていうところはあるかな。もしかしたらダンパーとかいじったらもうちょっと微調整できるんだろうけど、あの第一段階のオーテックとしては意外にタイヤ交換だけで結構車の特性が変わって面白いよね、面白いよねというか、ちゃんとキャラ立ちできてるよねっていうところはすごい感じます。